関西を中心に活動を続ける6組のアイドルグループが大阪マラソンを舞台に頂点を目指して真剣勝負を繰り広げるガチンコ企画、それが関西アイドルマラソン秋の陣2018。昨年の大阪マラソンでも熱いバトルを繰り広げたアイドルたちによる真剣勝負が今年も行われます。今年大阪マラソンが開催されるのは11月25日。そして見事1位になったグループのみが月金のエンディングテーマの起用といったご褒美をゲットできるという過酷な企画。この企画に挑戦するアイドルグループがこちらの6組。各グループから選抜されたメンバーそれぞれ1人がグループの運命を握り真剣勝負。月金火曜日ではそんなアイドルランナーをご紹介します。今回ご紹介するのはハッピースリーデイズ。2016年4月に結成されたハッピースリーデイズは京都の福知山を拠点とするご当地アイドルで、郷土の魅力を全国へ発信していくために地元福知山の一般公募の中から選ばれた福女によって結成されたアイドルグループ。ポップでロックなオリジナルサウンドを武器に福知山から全国へ幸せを届けるために精力的にライブ活動を行っています。そんなハッピースリーデイズの中から今回選抜されたランナーは佐久間うららちゃん。果たしてどんな思いで大阪マラソンへ出場を決めたのか。もともとそのアイドルになったきっかけが、その弱い自分を変えたくて、なんかこうちょっと逃げてばっかりだったんで、今回こう走るって決めたらもう逃げれないんで、ちょっと覚悟して走ろうと思いました。自分をこうなんか変えたいなと思って。弱い自分を変えたくて今回大阪マラソンへの挑戦を決意したうららちゃん。ちなみに運動の方は得意なんでしょうか。短距離が遅いんで長距離の方が、まあまあいい成績だったんで、高校の時のマラソン大会で。そのいい成績というのは。いや、83位でした。いや、500人くらいで。いや、いいと思うんですけど。なんぼでもね、走るとこありますもんね。ちょっと馬鹿にしてるんですか。うららちゃんが所属するハッピースリーデイズが活動の拠点としているのは京都府の北西部にある福知山市。周囲が山々に囲まれ、市内には由良川が流れるなど、その豊かな自然が魅力です。この町は明智光秀が築城した福知山城の城下町として栄えてきました。ちなみにグループ名のハッピースリーデイズは福知山の福と明智光秀の三日天下から付けられたそうで、三日で終わらせず明智光秀の代わりに天下を取りに行くぞという思いが込められているそうなんです。福知山はだいたい月 1、2回で、あとは大阪とか滋賀、あと姫路、神戸、名古屋で、来月は東京遠征が決まって、福知山以外でも活動させていただいてます。福知山だったら、子ども会、町内の子ども会だとか夏祭りとかに出演させていただいたり、あとは老人ホームにお邪魔して、ライブさせていただいたこともあります。保育園とかの小さいお子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、で地元の方がこう見に来てくださるんで、すごいアットホームなこう会場の空気になって、大阪とかから来られるアイドルさんは、こんな初めてやみたいな感じですごい驚かれます。生まれも育ちもずっと福知山なんですけど、ただこう暮らしてるっていうのよりは、やっぱりもっと福知山のことを知りたいって思うようになって、それをこう外部で発信していかなきゃいけない立場になったんで、もっともっとこんなところもね、こんなところもあるんやって、こうお店とか魅力とかにこう気づくようになりましたし、なんかこう常にアンテナ張ってこう新しい何々ができるとか、そういうのをこう情報をキャッチするようにしてます。そんなうららちゃんがテレビをご覧の皆様におすすめするランニングスポットがこの三段池公園。自然に囲まれ、福知山の街を見下ろす景色を楽しみながら走ることができるんです。
実はその走るっていうのが決まる前から応募させていただいた段階くらいから走り始めたので6月くらいから走ってて、はい、大体週3回くらいを家の近所の5キロくらいがいつものコースで走ってます。こう自分に余裕があるときはいつものコースプラス走って10キロコースを最初は3キロでも結構しんどかったんですけど、もう5キロやったらそんなしんどくなく、まあまあこんなもんやなみたいな感じで走れるようになったのと、やっぱりあとペースが上がりました。走る練習量は自信あります。運動に自信がないため他のどのアイドルよりも練習を重ねてきたと話すうららちゃん、他のメンバーの目にはどう映っているのでしょうか。ライブ前とかもこの間走ってたり、話はよく聞いてて、なんか足が筋肉痛だっていつも言ってます。めっちゃ頑張ってるなっていう印象いや私はマラソンほんまにできんくて、で自分では絶対できんことをこうやるって言ったことがほんまにすごいと思って、でしかもハピスリのためにね、あ、褒めちゃったやるって思ってくれたことが、それは素直に嬉しかったですね。メンバーの期待も背負って出場を決めたうららちゃんですが、こんな思いもあるようです。ファンの方にお金使ってもらって投票してもらうシステムのなんか、なんて言うか、そういう順位付けのやつとかは自分がこう避けてきて、今まですごい苦手でお金使ってくださいってお願いするのが、でもマラソンだったらこう自分が走るだけというか自分次第なんで、それやったら素直に応援してくださいって言えると思って、完走した時にこうその弱い自分を超えられるかなというか、こう自分に自信がついたらいいなと思って走ります。メンバーと運営さんがもう1、1、1ってずっと言ってて、そうすごいプレッシャーがかかってるんですけど、でもファンの方の分も福知山の方の分もメンバーの分のその期待も背負って走れたらなと思います。メンバーやファンはもちろん、地元福知山の人たちにも笑顔を届けるために走り続けるうららちゃん、本番ではどんな走りを見せてくれるのでしょうか。まず前半は自分のペースを守りつつゆっくり目に走って、後半もそのペースを落とさずキープして、どっちかというとちょっと後半上げ目になるくらいで頑張ろうと思っています。大体1キロ7分ペースでゴールした時5時間切ってくるのが理想なんですけども、5時間くらいを目標にしてます。フルマラソン走りましたってこう言えることってすごい強みだと思ってて、こう自分に自信がつくんじゃないかなと思います。なんかもうちょっとしたこととかだったら、あの時のフルマラソン走ったことに比べたらしんどくないってこう思えるかなって。真面目でひたむきに練習を続けるうららちゃん、なぜそこまで頑張ることができるのか聞いてみると、実は練習後の楽しみがあって、いつもそれをこう励みに頑張れてます。練習後の楽しみとは一体。この日の練習を終えたうららちゃんについて行ってみると、やってきたのは地元の人たちから愛されている老舗の喫茶店、コーヒーハウス保安館。ここはうららちゃんがテレビの前の皆さんにもぜひ知ってもらいたい福知山のおすすめのお店で、旬のフルーツをたっぷり使った季節のパフェメニューが人気で美味しいそうなんです。そしてうららちゃんがいつも練習後の楽しみにしているのがこちら、甘いものが大好きなうららちゃんが愛してやまない保安館自慢のぶどうオイルパフェ。そうなんです、うららちゃんの練習後の楽しみとは大好きなスイーツだったんです。練習の疲れも吹き飛ぶパフェとはどんな味なんでしょうか。うららちゃん教えてください。パフパフのカラフルなやつがオイリっていうらしくて、これがブドウオイリパフェのオイリの部分らしいです。この真ん中あたりが濃いぶどう味のアイスになってて、これが手作りだと思うんですけど、ぶどう味のゼリーが入ってます。ぶどうのこの
粒が大きいのがこのぶどうパフェのいいところだと私は思ってて、この上にもたくさん乗ってるんですけど、実はこの下の方までぎっしりぶどうがたくさん入ってるところが大好きです。で、甘いものが私の原動力というか、甘いもののために頑張ってる普段のモチベーションにつながってます。こう練習でこう疲れた後にこう糖分摂取したいなって時は、このホアンカンさんのぶどう入りパフェを食べて、ああ、じゃあ明日からも頑張ろうって思います。うちのパフェを食べて大阪マラソン頑張ってください。福島のみんなも応援してます。頑張れ。はい、福知山市内を先ほどランニングしてきて、その後ご褒美で保安官さんの美味しいぶどうパフェを食べて糖分チャージすることができました。これで大阪マラソン頑張れそうです。福知山の皆さんの期待を背負って、いい結果を残せるように頑張りたいと思います。ハッピースリーデイズ、佐久間うらら。大好きなスイーツを食べてみんなの笑顔のために、今日も福知山の街を走ります。パフェのために頑張ります。そういう子なんで、はい。